ははい皆さんこんこにちはセナです、えー、車なんですけども何で急遽こうやって車で撮ってるかと言いますと、えー、年末で今ちょうど 31, 31日の15時に撮ってるんですよだから、まあ、家族がみんないてちょっとその中で撮影するのはちょっとさすがに恥ずかしい。 と思いましてちょっと車に逃げてきましたすいませんはいそんなことはどうでもいいんですけども何でこうやって急遽今撮影してるかと言いますとですね僕たちね4月からこうやって約8ヶ月間 YouTube の活動をしてきましたでそうやってしてきた上でですねチャンネル登録者数1000人を目指すっていうふうには言ってたんですが、まあ、900人ぐらい、ね、今。 登録してていいただいておりますで、この900人ぐらいしていただいたのは、もう僕たちはま正直行くとも、900人それ行くとも思ってなかったので、本当にありがたいです。ありがとうございます。で、まあ僕たちこうやって4月から、こうやって、言うたらね、収益化を目的にしてないんですよ、僕のこの YouTube は。YouTube は収益化にしてまあなんでかっていうなんでじゃあやってんやって言いますと、まあちょっと話しましたけども、まあ僕自身が建築するとちょっと触れるから、 大学の子とかね友達であったりが、まあ、結構質問してくれてたんですけど同じ質問が多かったのでじゃあ YouTube に動画上げるようにしたらいいんじゃないかっていうことでやり始めたんですよね。だから半ば趣味みたいな感じで始めた YouTube でございまして。で この YouTube をきっかけに今年は収益化ではないんですが YouTube をきっかけにお仕事を実際にいただいてお金を稼ぐことができました。本当にありがとうございます。これは皆さんが見ていただいてからあーこうやって僕のことを知ってくれた方が注文してくださったという経緯になりますので、えー、視聴者さんのおかげです。本当にありがとうございます。 で、この1年間も本当に YouTube であったりとかお仕事であったりとか普通の建築の勉強であったりとか Twitter もねいろいろ SNS であったりとかいろいろと本当に本当に濃くて勉強になる1年間になりました本当にありがとうございましたでこれをおいてですねまあ、2020年終わろうとしてるんですが2021年の僕の目標であったりをちょっとちょっとだけ話させてくださいまず最初に僕の夢から話したいと思います僕、夢、夢大きいいっていうのは、 と思うんですよまあ小さなこういう目標であったりはあるんですがなんかまだ夢と思ってないというかまあ強いて言うなら僕は5億円稼ぐ将来1年間で5億円稼ぐ男になりたいと思っておりましてでなんでこうやってお金にこだわるかっていうのをまたちょっと話すんですが5億円稼ぐのが夢でいいのかっていうのはありましてまだそれを大々的には言ってないでございますで夢はだからございません強いて言うならば5億円もしくは えー人をしえー、僕をきっかけに僕,と僕をプラットフォーム的な存在にしてもらって僕の周りの人たちに仕事雇用を生みでしっかりと。えー その人たたちが求めててていいるる需要にに対してね届けれるよううなな、えー、存在でありりというふうに思っておりますだから僕をきっかけにね僕の周りの人が幸せになってくれれば僕が幸せになれば僕の周りも幸せになる僕の周りが幸せだったら僕も幸せっていうスタンスで僕はずっと今やらせてもらっておりますまあこういう考えを持ちましてですね来年一2021年の僕の目標を言いたいと思いますそれは、まあ、YouTube 何人とかじゃなしに 1000、えー、万年収1000万円稼ぐ、えー、4回戦にして建築稼生が4000、えー、万円年間に稼いだよっていうような風に言うそういう風に言われるような存在になりたいと思っております別に存在になりたいというかいとりあえず1000万稼ぎたいと思いますでなんでそこまでこうやってお金に執着すんねんっていうのもまあありますねよねあると思いますまあなんでかって言ったら僕は建築を始めたのが まずそもそもも僕がやり強いて言うならお金稼いでお金持ちになりたいって思ってたぐらいなんですけどもでそんな状態で建築をやり始めましたので僕自身建築を建築してるというよりは建築以外も経営とかもいろんなことを学んでやりたていて、まあ、そういうふうな考えを持っております。で じゃあなんでそこまでまたお金に執着してんねやっていうのをまあ説明しますとですね僕的にはねまあこのチャンネルでお金のことを話したらまあ絶対っていうど低評価つくんですけどもまあそ,それはちょっと僕はおかしいなまあ低評価つくのはまあ自由なんですけどもなんかお金のことをやっぱ悪い 印象持っっっっててててる人が多いなってちょっと思ってて建築で生きていく以上これから新築立つのも少ないのにあんたらどうやって建築で食っていくんって俺は思うんですよ。建築ばっかしてるけどほんまにお前ら建築だけで食っていけると思ってんのって思うんですよね。でお金のイメージが悪いんですけどお金を稼ぐって悪いイメージですお金稼ぐイコール幸せを生んでるんで僕からしたら本当に幸せを生んでるだけなんですよ。その人が欲しいから買って,る買ってもらってるんですよ。僕は売ってるんですよ。だから。 その人もハッピーやし自分もハッピーやしっていうのがもうその場で起こっていることがこういうビジネスなんで僕からしたらいいことでしかないんですよねだからこのいいことを1,000万円だから1,000万円稼いでる人は1,000万円分の価値がある1,000万円稼ぐだけの信用があるよっていう証拠なんでってことも社会的にも。 それだけから僕ってこうらしたらお金稼ぐってすんごいいいことでまた株とか為替とかそういうのをまた僕置いといてですねあれは人を幸せにしてるとは僕はあんまり言えないと思ってるんでそれ以外でちゃんとやり取りをして需要と供給が成り立ってるそういう商売ビジネスっていうのはすごく幸せなことだと思いますだから僕は、えー、建築学生って結構頭賢いじゃないですか頭いいからこそ建築だけじゃなくて経営であったり経理であったりもういろんなねもう社会で役立つものそういう そういいいものは全部ちゃんと勉強しててただいて自分で仕事を取って自分でしっかりと、えー、求めてる方に届けれるような人になってほしいんですね。でそういう方をこれからは、えー、これから2021年は僕が自分自身稼ぎつつそういうふうな考え方であったりとか、まあ、どうやって稼いでるんだとか まあ僕自身がプラットフォームを作ったりして皆さんが稼げるそういう媒体を作っていってえ僕自身が先ほど言ったさっき見たみたいに僕自身がプラットフォームになるようなそんな風な活動をしていきたいと思っておりますえ大きなこと言ってますけども実際にできるかどうか分かりませんけどえーこそれでもねちょっとでも僕がやってくれるんじゃないかとかであったりまあ応援するようであったり手伝わしてくれであったりお仕事したいお金を稼ぎたいだけでもいいですしまもちろん建築のことでもいいですし何かあったらもう僕に連絡をしてください 僕はやる気と気合と行動力だけはあるんでそれだけはもうね負けたくないのでもう頑張ります。 とりあえずね、1000万円を目標に1000万円稼いで、えー、もうそろそろ一人暮らししようとしてるんですね。もうめっちゃ長いこと話してるわごめんなさいね。めっちゃ長いこと話してるけどもう、もうちょっとでね、僕一人暮らしします。一人暮らしして自分を追い込んで,で、そのお金を使う先っていうのは、卒生のお手伝いであをしてくれる方への給料であったり、まあ、あとは基本的にはねあの、あんまり娯楽には使わずに、何か次の面白いことにするための投資金として自分の中で資金を持っていくっていうふうにやっていきたいと思っております。なんで、 死ぬ気で頑張ります。この2021年、僕、えー、2020年、僕の中で最大一番濃かったです。一番濃くて一番楽しかったです。まあ、それは YouTube があったからです。あったからですよ。み,みんなが皆さんが見てくださってたから、今僕はこうやって楽しかったって心を持って。 言えます2020年本当に楽しかったです過去一番に濃くて一番楽しかったです本当にありがとうございますなんで僕は2021年もっともっと楽しくもっともっと濃くもっと皆さんに幸せを届けれるように、えー、頑張っていきたいと思っておりますのでぜひ皆さんこれからもどうぞよろしくお願いしますってな感じでね熱くもう7分8分か喋 <laughs> りすぎたなモリモリに怒られる <laughs> まあいっか、はい、ということで僕はこれからもどんどん頑張っていきますので皆さんぜひ ここれかかららもよろししくお願いいますととうで僕は以上ですすに行きまはいということでモリモリの方にやってきました背中ねめっちゃ喋ったんでもう僕の方はねちょっと軽く行こうかなと思いますまずは、えー、皆さん本当に2020年 YouTube 見てくださって応援もしてくださった皆さん本当にありがとうございました本当にもうめちゃめちゃ楽しく、ま、動画編集もして撮影もしてっていうのができました もう皆さんのおかげで、こんだけ楽しくまあ活動できたかなって思ってます。でもちょっともう時間ちょっとないので、もうほんと少しだけになるんですけど、まあ僕の目標というか、僕にとってこの今年はどんな年やったかって言ったら、ほんまにめっちゃチャレンジの年でした。マジで4月からいきなりね YouTube っていうのをやり出して、正直僕はめちゃめちゃ普通の建築学生です。マジでそんな大きな思想とかは持ってないですし、なんかめちゃめちゃやりたいこととか、せなほど、 えもうすごいい稼ぐぞとかそういうのも全然なかったです全然ない状態だったんですけど、まあ、コロナをきっかけにチャレンジしてみようということでセナと一緒に今までやってきたという状態です。でまあヶ月ぐらい約8ヶ月ぐらい続けてきて、まあ、徐々に徐々に自分のやりたいこととかも結構見つかってきてとか楽しいなって思えるようになってきて、まあ、来年はね一、まあ、つ目標を挙げるとするなら、まあ、打倒セナということで。<laughs> セナに負けなないような まあセナに負けないというか、まあ、セナとね、まあ、セナにね負けないぐらい、まあ、自分もできることっていうのをしっかりやっていって、まあ、最後、学部4年の、まあ、2021年を飾りたいなと思います。ということで、本当、今年はありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。ということで、いよいよ年を。